どうも、一生声変わり中のものです。今日紹介するのは初代のダイハツアトレーです。この初代アトレーはですね、ハイゼット版における乗用モデルとして設定されたモデルです。乗用モデルなんですけれども、4ナンバーの車になっています。エンジンをですね、フロントの座席の下に搭載して後輪を駆動するいわゆるキャブオーバー型の FR モデルになっています。今回紹介するのは装備が豪華な LX のハイルーフというモデルです。そしてこのバンパーの下部にあるこのスチール製のバー、これアンダーガードといいまして当時のオプションです。初代アトレーの全幅は 1395mm、 約 1.4m なんですけれども、これちょっとイメージできない人はですね、近所にいる体長 70cm のホフマンナマケモノ、ホフマンナマケモノを捕まえてバン、もう一匹バン、倒せば大体一緒です。はい、外観で気に入っている点はですね、この、正面から見た時にちょっとこの眉毛のウインカーの部分がこう下がってて、なんかちょっと困ったような顔をしているのが、好きですね。ライト点灯パターンチェックします。スモールお願いします。ヘッドライトローお願いします。ヘッドライトハイお願いします。では注目、眉毛お願いします。かわいい。サイドに回ってきました。横面の解説はオーナーの眉毛さんにお願いします。そうですね、他に気に入っている点としてはですね、この後ろ、斜め後ろから車を見た際にこう少し全体的に後ろ上がりになっていることと、ハイルーフがですね、商用車ですので、こう後ろ開口部を大きくするためになのか分かりませんけども、後ろがやっぱり全体的にこう高くなって後ろ上がりのスタイルがすごく好きですね。はい、眉毛さんありがとうございました。サイドから見て分かる特徴はですね、ここ純正装備品のサイドステップ、頑丈な作りで実用的です。またフューエルリットはですね、このようにむき出しです。カリフォルニアミラーと呼ばれるこのメッキの縦型のサイドミラーが装着されています。テールに回ってきました。なんかパッと見ですね、今回この白い化粧プレートをしている都合もあってですね、普通車に見えるようなすごくデザインに破綻のない軽っぽくないですね、フォルムが魅力ですよね。リアから見ると80年代あるあるが随所にあります。まずはここ、てれん、冷房車。そしてここ、てれん、5スピード、5速マニュアルってことですよね。テールライトチェックします。スモールお願いします。テールです。ブレーキお願いします。踏んだままハザードお願いします。リバースお願いします。ラゲッジチェックします。お、かなり大きなゲートを開けてちゃんと上まで開口部があります。後席を使った状態で奥行きかなりあります。これだけの寸法があればですね、体長 1.2 メートルのヤブスジカモシカ、ヤブスジカモシカを捕まえてですね、少し背中を丸めれば一頭いけます。はい、ラゲッジはこのように大きな空間が広がっています。ラゲッジルームの右にはこのようにポケットがついてます。そしてラゲッジの左の上には当時の純正オプション品の蛍光灯です。スイッチ入れてみます。しっかりつきます。ちなみに荷室にあるこれはですね、当時の愛車セット他を入れるカバーだと思われるものです。このように寄るとダイハツのロゴが入ってます。現状中には工具が入っています。内装で気に入っている点ですけれども、私が気に入っているのはやっぱりこのリアシートですね。リアシートなんですけれども、なんというかもう全体的にこのふっくらしたというか、とても商用車とは思えない、雰囲気が好きなんですけれども、はい、リアシートです。大変豪華です。成功者が座るタイプのシートです。リアシート後方の上部にはスピーカーボックスが備わります。この小物入れスペースも純正の形状とサイズに準拠しています。
左側にもこのように小物入れがあります。リアシートチェックします。座ってみます。空間的には非常に広いです。手を伸ばせます。ちょっと肘も上がってますけど、手を伸ばしてこんなに空間があります。またこの足元、足元もですね、こんなに余裕があります。さらにここ見えますか、アームレストも備わっていて非常に快適な空間です。このようにですね、横幅方向にはもちろん径の制約があるんですけれども、縦方向、それから前後方向に広いので非常にリラックスして座れます。この車シートアレンジがすごいです。まずはリアシート格納してもらいます。お願いします。アームレスト上げます。背面のバーを下ろします。すると、このように広大な荷室が完成します。背の高い荷物を積むときにはこれは同時に重量のある荷物がですね、運転席に突進してきた時の安全策にもなります。はい、続いてリアシートをアレンジしていきます。まずはですね、この座面の下のバーの部分を引き込みます。そして下ろす。今度は椅子を全体に前方にダイブダウンさせました。さらにまずはシートのロック解除をします。そしてレバーを使って後ろに倒します。それにしてもスーパーよくできているシステムです。これはリアシート用の空調の吹き出し口です。運転席の裏には灰皿、助手席のシートバッグにはポケットが備わっています。フロントシートです。後席同様にひたすらに豪華な色と形。フロントシートチェックします。乗り込みにはこのようにグリップがあるので便利です。座った感触は SWES シャウエッセンのようにですね、張りがしっかりありますね。パリッと張りがあります。続いてフロントシートを合わせてのアレンジメントです。まずはシートの背面のバーを ヘッドレストを外しまして、するとてれーん、完成です。ベッドみたいな空間です。リアシートの背もたれも倒せます。お願いします。完成しました。完全にベッド感覚です。さあ今車中泊を好みそうな人が車内に入ってきました。寝るかな寝るかな、寝ました。そしてインパネです。さすがに幅は狭くてコンパクトなんですが、どこか大人っぽい外観です。インパネです。このメーター周辺にはですね、様々な機構が集約されてます。まずはメーター、非常にシンプルなアナログのものです。スピードメーターとヒューエル、そして水温が目立ちます。メーターの左上段には空調関係の吹き出し口、さらにここですね、吹き出し口の
場所がイラストで書かれています。奥にあるダイヤルを回すと冷房の度合いを調整します。手前はファンの風量を調整します。はい、運転席の下にですね、見慣れないこの半球形のものがありますが、これは実はですね、実はこのヘッドライトの隙間から入ったエアがここに直接吹いてくるという形になってます。このようにすれば閉じます。さらにサイドブレーキはこの位置、直立に近い位置になってます。シフトノブが垂直に入っています。この車は5速のマニュアルです。そして AM ラジオの操作系です。左にはカセットテープレコーダー、現在はオーナーの眉毛さんは使っておらず、グローブボックスの中のこちらのユニットを使っています。中央左にはデジタルクロック、アッシュトレイとシガーライターがあります。このタバコのマーク最近見ないですよね。エンジンはシートの下にあります。はい、じゃあお願いします。シートの下のロックを解除します。するとこのようにエンジンが出てきます。 AB 型と呼ばれる2気筒エンジンです。ではいただきます。すごく整備状況がいいんでしょう。一発でかかりました。エンジンはですね、2気筒の 550cc ということで、もっとバラバラとしてですね、うるさいものかと思ったんですけれども、すごく静かです。私多分後でこの年代の後に乗ったことないはずなんですけど、すごく懐かしい気がします。エンジンはメカノイズがですね、小さいわけではないんですけれども、それが嫌じゃないですね。すごく今走らせてるんだという実感が湧くいいノイズが入ってきます。ステアリングはですね、いかにもキャブオーバースタイルらしくてですね、寝てるんですが、それがですね、このなんていうんですか、トラッカースタイルといいますか、車体以上のゆとりを感じさせてくれる効果につながっています。フロントはストラットで、リアはリーフリジットタイプのサスペンションなんですが、やっぱり乗用を意識した思考になっているので、サスペンションの当たりはすごくソフトです。実際ですね、このリアのリーフもですね、純然たる商用モデルに対して、リーフの枚数を減らして乗り心地に配慮しているということでした。絶対的な速度自体はですね、余裕があるというほど出るわけではないんですけれども、なんかその速度の遅さも嫌じゃないですね。のんびりとこうゆったりとですね、国道をずっと流していくような旅に向いていると思いました。眉毛さん、乗ってみての特徴って何ですか？そうですね、まあ、私結構この音が好きですね。このギアの噛み合う音が、ギアの噛み合う音、はい、この今鳴ってるヒューンっていうような音ですか？そうですね、加速の時とか、あとエンジンブレーキの時とか、2速に入れてこういう音ですね。あるなるほど。もう一度エンジンブレーキやってもらっていいですか？後ろ車になければ、はい、入れますね、はい、またマニアックなところを言いますね。これが好きなんですね、このギアの音。そう、なんか眉毛の顔に合ってて可愛いかなって思います。ヒューヒュー言いながら、ヒューヒュー可愛いですね。あとすでにミッション今4速入ってますよね、はい、かなりローギアドなんですかね？そうですね、かなりローギアで、トルクもかなりありますね、乗りやすいです。何か特殊な5速なんですか？
や別にその特殊なというわけではなくてそうですね、ただその5足があるっていうその優越感がそこらの4足とは違うぞそうですね確かに今4足ですね今4足ですね。そして待望のから、まあ、全然速度も出てないんですけど、この5速に入れる瞬間が好きですね、はい、愉快ですねなんか乗ってるだけで面白いですね。そうですね低速で楽しめる楽しめますね、はい、この空間がすごく素敵車ってそんなに幅いかないんですね。そうですね面白大変いい車ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。